キリストの捕獲は、フランドルの画家アンソニー・バンダイクによる1620年、頃の絵画で、マドリードのプラド美術館に所蔵されている。画家はまた、ほぼ同時期に、同じ主題の他の二つのバージョンを制作したが、それらは現在ブリストルとミネアポリスにある。絵画は、暗闇の中で、ユダに切吻され、密告されるキリストを描いており、画面左下ではペテロが、祭司の従者、 マルコの耳を切り落としている。画家は視点を低くすることで、劇的な緊張感を画面に付与している。強烈な色彩は、ベネツィア破壊画の影響である。この作品は、ウバラの冠のキリストと共に、ルーベンスが所有していたが、その死後に両作品ともスペインのフェリペ4世に購入された。https www.muji del プラド s.collection ギャラリーやオンライン、ギャラリーやオンライン、オブラ、エルプレンディミエントデクリストマイナス1、httpww.artsconnected.org、リソース、93,685、The Betrayal of c h r i トプラド美術館、ガイドブック、2009年観光、367校、 参照は ISBN 978から84848018945月16日閲覧。ありがとうございます。